こんにちは、のり太郎です。今回はコイン投資初心者の方向けにコイン投資で使われる一般的な用語というのをざっくり解説してみようかと思います。ただ初心者向けと言いつつ、私も初心者なんですけど、調べてなるほどということもありましたので、ある程度の知識をお持ちの方もそれなりに勉強になるのではないかと思います。とはいえ、この動画のサムネイルから動画を見てくださった方の多くは、もしかしたらコイン投資自体を知らない方もいらっしゃるかなと思いますので、本当の基礎から話させていただきたいと思います。まずコイン投資についてですが、コイン投資とは何ぞやという人もいると思いますので、ざっくりお話しますと、世界各国で発行された金貨銀貨銅貨などのコインを買って保持して売るという、ただそれだけの簡単な投資になります。でどこで買えばいいのか、どこで売ればいいのかという話は私の過去動画でお話しておりますので、そちらをご覧ください。でまたもしかしたらコイン投資と聞いてビットコインなどの暗号資産を想像される方もいらっしゃるかもしれないんですが、暗号資産は今回お話しするコイン投資には含まれませんのでご注意ください。このあたりの話は私の過去動画の仮想通貨の大暴落を考えるという動画でも、まあ、全然違いますよというお話してますので、そちらをご覧いただけたらと思います。では早速用語解説していきたいと思います。まず最初にコイン投資のコインにはざっくり3つのカテゴリーに分かれておりまして、それがモダンコイン、アンティークコイン、エンシエントコインの3つになります。まずモダンコインについてですけど、だいたい100年以内、今から100年前より、最近に発行されたコインのことで、読んで字のごとくモダンなコインということになります。毎年世界各国の様々な国から発行される金貨や銀貨になりまして、その中でもイギリスのモダンコインというのは人気高いので、安く買いたい方は私の過去動画でイギリスのモダンコイン購入完全マニュアル、まあ造幣局から直接買う方法の動画がありますので、そちらをご覧になってください。次にアンティークコインです。でアンティークコインはだいたい100年より以前ですね、100年以上前に発行されたコインをアンティークコインと言います。で今のところ世界で最も古いコインと呼ばれているのが、紀元前670年頃に、当時の小アジア、まあ、今のトルコ西部のあたりに存在していたリディア王国っていうところで、発行された世界最古の鋳造貨幣エレクトロン貨という金と銀の合金の金貨幣になるんですが、アンティークコインっていうのは、まあ、2700年ほどの歴史があります。で先ほどのリディアコインというお話をしましたが、アンティークコインの中でも特に古いものはエンシエントコインになります。これは先ほどのアンティークコインの中に含まれるんですが、4世紀とか5世紀のヨーロッパの中世以前のコインをエンシエントコインや古代コイン、日本語では古代コインと言います。なのでさっきのリディア王国のコインはエンシエントコインになります。ということでざっくりいきましょう。次、こういうコインの、表示を見るとポンドとかドルとか書いてありますが、まあ、それは通貨単位だとすぐわかると思います。でオンスっていうのもたまに書いてあるんですが、オンスというのはコインの重さの単位になります。でコインの場合はトロイオンスというものを使われておりまして、1オンスが 31.103 グラムになります。でこれをもとに、まあ、2オンスはだいたい62グラム、5オンスはだいたい155グラムというような感じになります。でオンスは重さの単位になります。で続いてアンティークコインでよく出てくるワードに参りましょう。ダカットっていうのが出てくる場合があります。でダカットというのはドゥカートと、もともと
ヨーロッパの方で、ドゥカートというものの英語読みで、中世ラテン語のドゥカータスで、公爵のとか公爵領ので、またあの公爵の貨幣のっていう意味が語源になりまして、中世後期から20世紀の後半頃までにヨーロッパで使用された貨幣になります。で、同時期を通じて多様な金属で作られた様々なダカットが存在しました。で、金貨はおよそ1ダカットで 3.4 グラムから 3.5 グラム程度なんですが、各国で、まあ、金の精錬技術などに差があったりしたので、かっちりした規格で統一が、まあ、難しかった、当時は難しかったようです。代表的なものにはこういうのがありまして、ジャーマンステイツの、まあ、フリーシティゴールドメダリック10ダカット金貨と、もうこれ非常に有名で、あのかなり高価なものになります。あとはオーストリアのこれは20ダカット金貨で、よく見るというかですね、あの比較的多いのがこのイタリアのベニスの、1ダカット金貨ですね。これも、もう今非常に安いんですけど、歴史的価値は非常にある金貨ですので、非常に人気になっています。続きましてこちらギニーになります。ギニーっていうのはこういう字を書くんですが、読み方が難しいんですけど、これはかつてイギリスで使われていた金貨になります。で、21シリングで1ポンドは20シリングなんですけど、1ギニーは21シリングに相当する価値があったということです。で、ギニーの名前の由来っていうのは、ギニアで産出された金を使って鋳造されたっていうことに由来するということです。で、1717年から1816年頃までに使われていましたが、1816年からは、新しくソブリンというのが出てきまして、それに取って代わられたんですが、1971年の十進法に移行するまでは、医師とか弁護士への謝礼とか、あとは品物の鑑定料とか、あとは土地馬の取引の名目単位などとして、使われていたそうです。で、もちろんあのギニーは全部イギリスの金貨になるんですけど、非常に高価なものもあります。で、1ギニーではなくてですね、あの5ギニーとかですね、2ギニーとか、大きなものになるとかなり高価なものがいっぱいあります。次に、先ほどもちらっと出てきましたけど、ソブリンですね。ソブリンっていうのはイギリスの1スターリングポンドに相当する金貨の名称ということで、ソブリンっていうのはですね、君主とか元首の意味になるんですが、15世紀後期に初めてこの名称の金貨が登場したんですけど、通常は、19世紀前期の金本位制が始まったところから登場した新しい金貨のことを指すようです。使用はかっちり決まっておりまして、直径が22ミリ、重量が 7.98805g、 金の純度が 91.67% の標準金とされておりまして、まあ、少しピンクかかったゴールドになります。で、この金貨の価値っていうのは、製造当初の金の公定価格の標準1オンス、標準金1オンス3ポンド17シリング10ペンス半に相当するということになります。代表的なソブリン金貨は、こういったあのジョージ3世とかジョージ4世なんかはあの非常に高価なんですけど、ビクトリア女王のヤングヘッドのソブリン金貨なども非常に人気です。
で今もソブリン金貨っていうのはイギリスとかイギリスのこう植民地なんかで発行されておりまして、非常に人気の金貨になっています。続きましてこちらルイドールですね。で、まあ字がフランスっぽいですけどフランスの金貨になりまして、ルイ13世によって1640年に最初に製造されまして、その後1789年のフランス革命により製造停止になるまでの間に発行された金貨になります。で1ルイドールっていうのはだいたい 6.7g だったりするんですけど、年代ごとで重さが前後するので、まあかっちりした規格ではないのかなと思います。でこちらも大型なものがありまして、こういった 10ルイドールで、これは 67.11g で、このように大きなルイドール金貨っていうのは大変希少でかなり高額になります。でこちらは8ルイドールとかですね、まあ普通のルイドール金貨1ルイドールになっても、まあまあまあ高いと。ただ、1ルイドール金貨でしたら、まあ、比較的まだ安く手に入るのかなと。イギリスの金貨なんかよりも安く手に入るので狙い目かなと思います。続いてはターラーですね。ターレルとも呼ばれるんですけど、こちらは16世紀以来数百年ぐらいにわたって、ヨーロッパ中で使われていた大型の銀貨になります。でその名残が、現在もアメリカで、使われているのがドル、ダラーですね。これはターラーに由来するそうです。あとは2007年までスロベニアっていうところで使われていた、トラールっていうのなどの通貨名に名残が残っていると言われています。まあ、今にも つながっている銀貨になります。でターラー銀貨は何といってもこの大きさと芸術性の高さ、そして古いヨーロッパの街並みの様子なんかが綺麗に残っているのが特徴になります。でこちらですね、ジャーマンステイトのこれは3ターラーですね。3ターラーになるとかなり大型になって、希少なものが多いので非常に高額で取引されます。で有名なのがやはりこのシティビューですね。都市景観のターラー銀貨で、こちらも非常に人気のものになります。MS66 とか、まあ非常にこう綺麗なものになると高額になっていきます。でやはり大きいので現物を持ってみてもですね、非常に見栄えがいいものになります。で続きましてモハールになります。でモハールっていうのは英国のインドとそれと並んで存在したいくつかの君主国、まあ、ムガール帝国、ネパール王国、ペルシャなどを含むいくつかの政府によって鋳造された金貨になります。それは、15銀ルピーに相当する価値があったということになります。で1918年に英領のインドで最後に鋳造されたんですが、1947年以降にインドに加盟するまで一部の君主国というのはその硬貨を発行し続けたということになります。でモハールはまたモホールという言葉はペルシャ語で、印鑑とかですねシグネットリングっていうのがありまして、リングでここに印章とか紋章っていうのを刻印しておいて、署名にこうバンと使われていたというのがシグネットリングですね。これを意味するムールという言葉から来ていると言われています。でサンスクリット語のムドラーっていうのと同義ということで、これは印鑑を意味するムドラナムっていうのに由来すると言われています。ムガール帝国、英国東インド会社、英国王室が発行したモハール金貨っていうのは
オークションで高値で販売されています。で、1835年から1918年に製造されたダブルモハールっていうのは、まあ、30ルピーの価値があると言われておりまして、これまでに発行された最高額の流通コインということになります。で、これがトゥー・モハールズと書いてあるものですね。トゥー・モハールズ、これは非常に高値で取引されて、まあ、発行枚数も非常に少ないので高価になっていきます。これが人気のビクトリア女王のライオンとヤシの木のモハール金貨、ワンモハールですけど、これも非常に高い人気があります。で、発行枚数多いんですけど、インドから外に輸出禁止になっているので、インド以外にある鑑定済みのモハール金貨っていうのは希少な金貨になっています。で、このムガール帝国で発行されたモハールも、これも非常に人気なものになります。ということで、ざっくりアンティークコインのように出てくる用語が解説させていただいたんですけど、まあ、こういった用語がなんとなくわかると、こういうところに書いてあるのがなんとなくわかるかと思います。これは、ダカットと出てきますけど、ダカットなんだなというのがなんとなくわかるかなと思います。ということで、こういうのが分かってくると鑑定済みコインも読みやすくなるかなと思いますので、で、エンシェントコインについてはちょっとまた別動画で解説したいと思います。ということで、今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも動画ご覧になってくださっている皆様、いつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me, meant to be